はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、昨日奥さんと喋ってたらね、あんた歯医者の匂いすんでってね言われました。まさかの発言に耳を疑いましたけども、すぐね理解ができました。僕の口からね、歯医者さんの匂いがねするんですよ。奥歯ね、虫歯の詰め物の匂いですよね。昨日の動画でもお伝えしたんで、お話しさせてもらったんですけども、僕はね今24時間歯医者の味と匂いを感じております。ほんでね、まだ奥歯はね痛いままです。まあね、そんな痛いまま昨日のね晩ご飯ではおでんやったんですけども、比較的おでんというものはですね、煮込むわけじゃないですか。だから具材がねすごい柔らかくなるので、なんとか食べれたんですけども、でも結構ね無理をしました。痛かったな。ちょっとでもね噛み合わせを見するとね、ほんと激痛なんですよ。だからそーっとこう食べたんですけども、そーっと噛んで食べたんですけども、美味しさのあまりに気を抜いてしまったわけですよね。ほんなら案の定痛みに耐えられずにですね、叫んでしまいました。昨日もね大きい声を出して叫んでしまいました、本当に。なのでね、当分の間僕ね噛むのを避けようと思っております。噛むの避けるのって、難しい話なんですけども、でもちょっと考えたんですよ。それはですね、ミキサーで流動食大作戦と思った方もいてると思いますけど、もう一回言いますね。ミキサーで流動食大作戦でございます。でミキサーをかけてね流動食にしてしまおうと考えております。昨日の晩ご飯のねおでんがまだちょっと残っているので、少しだけね試してみます。はい、では今からやっていきましょう。はい、ということでね、マスクしました。ですね、今からおでんを選んでいきたいと思います。その前になんですけども、今からねミキサーでミキシングをしていくんですけども、なぜこういう風なことになったかと言いますと、流動食というものをね作るわけでございます。これは本当にふざけて作るわけじゃなくて真面目な話なんですけども、入院してる患者さんとか噛めない人で、粘膜障害があって飲み込めない人とか、飲み込む力が弱い人っていう人たちは、そういう流動食というものを、食べます。それにヒントを得て今からやっていくわけなんですけども、本当にふざけてないんで、食材を無駄にするとかっていうような動画ではございませんので、ご了承ください。僕も噛めませんで、本来ならばちょっとそういうことを気にしてたんで、そんな食材を汚くして変な映像やって言われたりするのがすごい怖かったんで、粘膜障害が喉の状態がひどかった時とかにこういうことしようかと思ったんですけども、そういうのが怖かったんで要しませんでした。でもよう考えたら、これは食べていって体を元気にするということを踏まえてすれば何も問題ないなとちょっと心で思ったんで、今からやっていきますんで、今から見といてください。はい、では始めます。伝わったかな、大丈夫ですかね。昨日の残りのおでんを出していきます。大根、揚げみたいな感じですね。豆腐、揚げ豆腐、僕揚げ豆腐好きなんですよ。で、巾着の餅を、入れて、卵もやっていきますね。卵食べましょうか。卵、揚げさん、巾着、中に大根が入ってますけども、これを今から、このままやったら、これ今冷蔵庫から出したんですけど冷たいんで、火を通します。電子レンジでチンをします。ちょっと今からチンしますね。あっちあっちっちっち、できました。
熱々です。すっごい熱々です。湯気伝わるかな。ああ伝われへんな。熱いんで、今からこれをミキサーに入れていきますね。まずは豆腐、揚げさん、かまぼこか、はんぺんか、ちゃうな。で、大根で、卵、餅巾着入れます。この お汁もね、熱っ、入れていきます。よしよし、蓋をして、さあ、行きます。混ざれ。行こう。さあ、行けそうな感じかな。おお。ミキサーできてますわ。もうちょっとしてみようかな。これをお皿に移します。トロトロです。よし、こんな感じに、なんかね、シチューみたいな感じになってますよね。こんな感じに出来上がりました。じゃ早速食べていきます。椅子持ってこよう。はい、ということでね、出来上がりましたんで、いただきます。熱いだろうな、出来たてやもんな。ちょっと多い。あ、匂いはね、おでんですよ。まあ、そりゃそうやろうなって感じなんですけども、おでんをね、こういう風にペーストですね、ペースト状になったんでね、いただきます。うん、おでんです。味はただね、食感がこういう風にペースト状になってる、クリームになってるんで、全然食感は味わえないんですけども、それはね、奥歯が痛いんで噛めないんで仕方がないんで、でも味はおでんで美味しいです。うん、いい感じ。熱いけど、冷ましながら、フーフーしながら食べたら全然食べれますね。うん、これは、成功かなと思います。やっぱりね、その食べられへん、まあね、まあ、病気して、その症状が悪化して、まあ、歯が痛くなるとか、ね、飲み込めなくなるとかっていうのはもう仕方ないことなんで、やっぱこうやってね、工夫して食べていかんことにはもう生きていけないわけですよ。どうしてもお腹すくしね、で、体は食べて、食べ物でね、食べれるうちは食べ物でこう体栄養をとっていかんと、治るもんも治っていかへんし、体も元気になっていかないんで、今日はこういう動画をさせていただきました。次またね、なんか食事の動画をするときも、ちょっとこのまだね、僕の歯が治ってないときは、治ってない場合はですね、これでね、ミキサーでね、ミキサーに活躍していただきたいと思います。次ね、どうしようかな。野菜とかもね、キャベツか、この前ね、お好み焼きのキャベツが結構痛かったから、キャベツとかもこれでね、ペースト状にすれば食べやすいかなと思いますので、次はね、野菜スープをやってみようかなと思います。まあ、今日はおでんやったんですけども、まあ、大成功ということでした。くれぐれも健康な人は普通に食べてください。元気な人はね、元気で健康な人は普通に食べてもらったら、食感を味わえて美味しいと思います。でも、まあ、そのどうしても噛まれへん、歯が痛い、粘膜障害で飲み込めない、喉が痛い、飲み込む力が弱ってて、ね、飲み込む力が弱ってて、どうしても硬いものを飲み込めない人とかやったら、こういう風な感じでしてもらったらいいと思います。
今日は以上になります、最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。